ご縁がなかったっていうことで、今はね、5人に1人がインターネットで出会って結婚する時代なんだって。要は自分の本音を殺してまで何かに妥協したりしないだろ。何やってんだろう私。こういう場所って恋愛運上がりそうじゃない？ちょっとの間だけ肩借りてもいいですか？心配しなくても、これからきっと出会えるよ。あの、ミッドナイトブルーのキトゥンヒール、とても似合ってます。キトゥンヒールなんてよく知ってたね。何ぼーっとしてんの？あ、ごめんごめん。健康診断どうだった？まだ結果出てない。これから、あれ復活してる。そうよ、あんたの部屋でね、かわいそうに死にかけてたの、私が生き返らせてあげたの。はいはい、ありがとう。あのね、こうしてお水と日光と愛情を注げば、サボテンも綺麗な花が咲くんだって。あんたのこともね、29年間大事に大事に育てたのに、いつになったら綺麗な花が咲くのよ。ガクもさ、虫だけじゃなくて人間に愛情抱いてくれればいいんだけど。お疲れ様です。あれ、ジョー様もしかしてちょっと痩せられました？あれ、あら、上アリは子供を孵化するまで飲まず食わずで生き続けるらしいが、いや、この痩せ方はちょっと尋常じゃないな。あんたくらいは人並みに結婚して孫の顔でも見せてくれたら嬉しいんだけどね。私だって頑張ってんの。あ、そういえばさ、この前テレビでやってたけど、あんたみたいな高学歴のキャリア女子が一番婚姻率低いんだって。何よその統計。男は英雄になりたいんだ。仕事ができて稼ぎのいい女房なんかもらってみろ。英雄になんかなれると思うか？はあ、
小さい頃男よりもできる女になれた私に聞かしてきたのは誰？それはまあ、あれだ、本物の英雄を捕まえるためだ、うん、だからまあ要はそのままでいい。お父さんみたいなの捕まえるんだったらね。おい、キャバレークラブ銀座デカメロンキッス。バカバカバカ、仕事上の付き合いだろう。あ、結婚するんだったらダイアナの課長さんの嬢さんぐらいで手を解けばよかったね。その前のあれとか水沢流星。わざわざ言わなくていいのよ。忘れたのかと思ったんだろう。わざとぼかしてんでしょ。もうあんなの捕まえちゃって逃げられたんじゃないの。だいたい男の趣味悪すぎるのよね。蓮くんの方がね100倍いいんだ。何度言わせんの。し、あれには2つも胃袋があるんだ。分かった。石田蓮とは永遠に親友なの。この話はこれでおしまい。勝者マンの次は消防士と。ああ忙しい。おはよう。あ、おはよう。おはよう。何してんの。種まき。あ、恋の種まき今新規開拓中。え、離婚したばっかじゃん。お、いつの話してんのよ。25日前。切り替え早くて何が悪いの。恋愛はね、こういきなり始まるわけじゃないの。お畑を耕して種まきして時間が必要なの。こういうのね、つぼみをちゃんと育てておかなきゃ。手間暇かけて水と肥料を与えないと花は咲かないの。ねえ、て聞いてんの。まこと大丈夫よ、恋はモテるんだから。そうなの。まあね、お父さんが亡くなってから私たち頑張ったじゃない。蓮を一人前の男に育てようって。蓮さ、泣き虫だったから大変だったよね。その甲斐あって聞き上手だし気は利くし女心は理解してくれるし。そうね、うん、息子っていう色眼鏡を取ってもなかなかいないわよ、こんないい男。エアコンの掃除してくれるし電球変えてくれるし肩揉んでくれるし。俺は飯使いか。あ、料理もうまいし。私さ、蓮の作ったスクランブルエッグが食べたいな。じゃあお母さん目玉焼き半熟で。蓮が作ると美味しいからね。はいはい。おアイプロンが似合う。卵投入。いいですね、いいですね。よっ、料理男子。あの素早い手先の動きと本当、なんとも言えない。もう魔法みたい。ねえ石田蓮、私は今つぼみなの？いつ咲き誇るの？それとももしかして枯れてしまったの。9、苦しみの9。ああ、いっそ30の方がマシ。その強情な性格を何とかしないと誰からも愛されないぞ。結局蓮も若い子が好きなんだね。よいしょ。外回りはもう慣れた。まだちょっと緊張します。そっか。はい。時間ってまだ大丈夫ですよね。うん、ちょっとな。寄ってもいいですか。いいよ。
緊張ほぐしてくれるかな。3500円になります。じゃあ行こうか。はい。それどうするの？今からご挨拶に行くオーナーさんにお渡ししようと思って。ああ、じゃあ領収書もらわないと。ああ、いいえ、大丈夫です。私が綺麗だなって思ったから買っちゃっただけなので、私からの気持ちなんです。すでに私もこのお花からすでに元気もらってるんです。小野さん、経費で落とせるから戻ろう。いや大丈夫ですってば。ダメだって。うん、大丈夫です。早く行かないと遅刻しますよ。ダメだよ。大丈夫です、自分で出せます。じゃあ俺が払うか。大丈夫です、本当に。私からの気持ちなんで。そうなの？はい。じゃあ半分。半分いらないです。おはようございます。あぁ、石田さん。いよいよ明日オープンですね。明日はお忙しいと思ったので、今日のうちにご挨拶しておこうと思いまして。本当に石田さんのおかげで、こんな立地のいいビルにいい区画が入れて、本当に、なんと俺言ったら。いやいや、東京初進出でうちを選んでいただいて、こちらこそ光栄です。あ、こちら、私と一緒にやっていますタウンマネジメント課の開店祝いのお花です。お花まで。本当にありがとう。あ、ごめんなさい。あとタウンマネジメント課の河野真希です。今後私と一緒に渋谷エリアを担当するので、以後よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。ランチ？今日ずっと外回りだったんで食べれなかったんです。ダイエット？違います、コレステロール。え？ここ悪玉コレステロール、健康診断引っかかったんです。健康には気遣ってる方だし、別に太ってないし、何なんですかこれ。もしかして御手洗さん最近やってないとか？何を？セックス。え、上高以来とか？まさかね。まさかね。でもね、女って恋してなくて仕事ばっかりしてると男性化してコレステロール値上がるんだって。うっそ。ほら、閉経するとさ、女性ホルモンが出にくくなってコレステロール値グンって上がるって言うでしょ。あれと一緒。いや、閉経って私まだ20代なんですけど。いや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 、ちゃんとときめいてないとアラフォーを超えてアラフィフの仲間入りしちゃうわよ。アラフィフ、アラフィフ、内側から持って、はい、で左手で輪っかを作って蹴り上げると同時にこう高く上げていく。おお。こんな朝早くから人ん家で何やってんだよ。え？見りゃわかるでしょ、ヨガよヨガ。最近運動不足だったから。それで姉ちゃんに頼ったのか。朝ヨガはね、メンタルにも効くからいいのよ。違う、もうさすがヨガインストラクター、もうすでに効果感じてますよ。あ、レンもやってみたら？いや、遠慮しとく。ポーズね。はい。でこうゆっくり手を下ろして、で下ろして、で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 、ダウンドッグ。あ、これ来る。息吸って。はい。吐いて。で、おお。おお。はい。ありがとう。いや、私さ、健康診断引っかかったんだよね、コレステロール値。マ
マジで、スルメの食べ過ぎだろ。いや違う、恋愛をしてないと女は男性化してコレステロール値が上がるんだって。でもね、年々恋愛しにくくなるし。まあ確かに、要はおっさんっぽいとこあるしな。好きなお酒はハブ酒だし。悪かった。ねえ、じゃあ恋の種まきから始めてみたら。出たよ。何ですか恋の種まきって、教えてください。恋の種まきの方法は3つ。3つ。その1、下の名前をさりげなく呼んでみる。あ、まんまとやられてるね、レンさん。彼女のはそういうんじゃないから。そう、それはどうだか。突然下の名前で呼ばれたらちょっと意識し始めちゃうでしょ。あ、なるほど。その2、人が褒めないところを見つけて褒めてあげる。なるほど、確かにそれは嬉しいかも。じゃあ練習ね、レンのこと褒めてみて。え、レンって褒めるところあったっけ。失礼だな。レンってなんだよ。手。手。レンの手って小さくて可愛いんだよね。用のがでかいんだろ。種まきその3、これね、大事。3秒見つめてさっと反らす。え、これね、効果てきめんなの。こう相手が自分のこと見てたのかなって、こうモヤモヤのループにはまるでしょ。さらにその人のことを考える時間が増えちゃう。なるほど、考えれば考えるほどその人のことが気になっちゃうみたいな。やってみ。はい先生。俺は練習台かよ。レンの顔ちゃんと見るの初めて。鼻筋スッとしてる。あ、こんなところにほくろがある。10秒経ってるけど遅。もしかして見とれてた。は？違います。さっきから何イチャイチャしてんのよ。は？付き合っちゃうよ、友達なんで。そう、親友。仲がよろしいことで。うん、やっぱりレンのスクランブルエッグは美味しいわ。だろ。うん。あ、てかさ、おばさんどうしたの。うん、昨日からフランス、翻訳する次の作品の取材だって。急上昇中の大注目バンド、刹那ボーイズから小粋なバイバイ、聞いてください。刹那ボーイズ、またかかってる。すごいよね。うん、頑張ってるよな。バンドまだ続けてたらよかったって思う？全然、俺がいたの一瞬だし、音楽の才能なかったし。まあ否定はしない。おい。ビルを建て、そこから全てが始まります。50年、100年と街づくりは続く。そのマクロな視点をみんなと共に持ちたいです。何か質問は。河野さん、町を作るって新しい市町村を作るみたいなことですか。なんか政治家みたいですね。政治家っぽいよね。町を作るなんて聞くと大きなことのように思うかもしれないけど、実は小さくて些細なことの積み重ねが町づくりなんだ。例えば、河野さんはクリスマスは好きですか？大好きです。街がキラキラして、音楽が流れてて、ワクワクします。恋したくなります。
そのワクワクした気持ちこそ僕らが目指すものなんだ。ツリーを立ててイルミネーションを飾る、選曲して街に流す、これも街づくり。そのために地元の商店街や駅などと細かく打ち合わせをしていく。その人たちとの関わりが一番重要なんだ。ご教授いただきありがとうございます。蓮さん主任で。はい、主任の蓮さん。主任の蓮さん、やめてください。主任お疲れ様です。お疲れ様。米田さん、これ頼まれていた資料です。横浜店の売り上げ、ここ半年で 10% もダウンしていました。そっか、まあネット通販に売り上げ持ってかれてるからな。ネットじゃなくてわざわざ店舗に来たくなるような仕掛けを早急に考えないといけないですよね。下の名前をさりげなく呼んでみる。よろしく。一郎。あ、1ユーロって今いくらでしたっけ。え、あ、せっかくならユーロ圏も狙っていきたいなって。は、あ、すいませんでした。を見つめてさっと反らす。え、これ効果てきめんなの。何、え、だからなんだよ、言えばいいだろ、髪切って変になったって。え、人が褒めないところを見つけて褒めてやる。なるほど。あ、そのもみあげ決まってますね。なんかバカにしてる。本当にもみあげかっこいいと思ったのにな。お手洗いさん。書くほどアイデアが次々と溢れてきて、一番最初にお手洗いさんに見てもらいたかったんです。意見が欲しい。17歳に戻ったら私はこれとこれとこれを買う。あとこれとこれも。ありがとうございます。別に私にお礼なんか言わなくても、真鶴さんが頑張った結果でしょ。だから誇りに思えばいいと思う。私憧れてたんです、お手洗い主任のこと。ずっと堂々としたかっこいい女性だなって。ありがとう。でも私の名前はお手洗いじゃなくて見たらい。ごめんなさい、勘違いしてました。あ、私帰国子女で漢字苦手なんです。本当ごめんなさい。でもお手洗いってなんか変だなとは思ってたんですよね。あ、ちょっと待ってください。ごめんなさいごめんなさい。このフロアは商品開発部と販売促進部よ。このスペースは自由に使えるから、デザイナーさんたちとの打ち合わせに使ってね。はい。ここが我らが商品開発部、商品の企画とデザインを担当。まあうちの花形ね。だけどこれが結
構大変なの。だから昨日から言ってんじゃん。ああ何が大変かって、ちょ、成美くんについてもらう主任なんだけど、はい、正直ちょっと扱いづらい。悪い人じゃないんだけど気が強くて何でもズバズバ言うの私結構傷つけられちゃった。なるみくんはメンタル強い方？結構強い方です。そっか、じゃあ大丈夫かも。主任は若くて何でもできる人だからいろいろ学ぶところもあると思うし頑張ってね。はい、じゃあ紹介するね。とりあえず23以上調整して今日中に送ってくれる？あ、うん、じゃあ。主任、新しいアシスタントの子が来ましたよ。はじめまして、成美優と申します。今日からお世話になります。よろしくお願いします。大丈夫ですか？あの、これ。ようこそ商品開発部の御手洗です。あ、よく間違えられるんですけど御手洗です。ようさん。え？素敵な名前ですね。めぐみちゃん、会社案内してあげて。それとちゃんと引き継ぎしてよね。はい、じゃあ次経理部行こっか。はい、生産大事だからね。失礼します。公認のアシスタントの履歴書送っておきました。イケメンですよ商品開発部の御手洗ですって。何よ、ようこそって。ウェルカムって。若い子が可愛いと思えるなんていい年したおっさんみたいね。昔は年上にしか興味がなかったのに。でも私はその辺のおっさんとは違う。どこが？こうやって鏡を見る冷静さがある。どうだろうか。もしもし。早速会社で種まきしてみたんだけど全然うまくいかなかった。誠さんはやっぱり恋の上級者だよね。私なんてまだまだ。蓮さん、そんな顔するんですね。びっくりした。なんか楽しそうです。そう？あ、そうだ、明日夜時間ある？ご飯でも。どう？はい、じゃあまた連絡するね。はい。資料は片付けておきました。資料にはこんな感じに分類タグをつけました。もし探し出せなかったら僕を呼んでください。でも
引き出しは許可をもらっていないのでそのままにしてあります。それと調達する商品リストも整理しておきました。ありがとう。白が似合いますね。あ、飲み物エスプレッソダブルのカフェラテのホットグランデでよかったですか？エスプレッソダブルのカフェラテホットグランデサイズテイクアウトで。覚えてたの？はい。他に何かリクエストあれば教えてくださいね。ありがとう。どういたしまして。今日も主任にとって素敵な日になりますように。男の人に気を使われるなんて久しぶり。すぐにクリスマスシーズンが始まるから陳列意識してね。はい、わかりました。店頭のシーズンものは特に売り上げが左右される。はい、外から見たディスプレイが良ければさらに客足は増える。はい、わかりました。あ、僕取りますよ。ありがとう。どれでもいいですか？うん、2個欲しいかも。はい。どうぞ。ありがとう。もう大丈夫ですか？少し休みませんか？大丈夫です。大丈夫。ねえ、なんで能力があるのに契約でアシスタント？いえ、目標があるんです。目標？ブランドマネージャーになりたいんです。だから基礎から勉強したくて。向上心があるのね。夢に少しでも近づきたいだけです。でも覚えることが多くて疲れない？いいえ、楽しいです。経験不足で至らない点も多々あると思いますが、これからもご指導よろしくお願いします。あ、22歳だっけ？はい。そうだった、この子22歳だった。冷静になれ。私資料作らなきゃいけないし。そうです。すいません、すいません、父が厳しくて門限あるのでそろそろ帰ります。まずは泣きちゃんちゅうのも挨拶するから来るよ。はい、じゃあ俺もお先失礼します。おかしいな。仕事残ってるんで。あ、仕事だ。皆さん、はい、あんまり飲みすぎないように。そうだ、飲みすぎない。大丈夫ですよ。じゃあ、行ってまいります。行ってらっしゃい。行こう。門限厳しいんだ。こんな時間まで引っ張っちゃってごめんね。あ、すいません、嘘です。父親なんていません。え？そうなんだ。でも
こうやってみんなで飲めてよかった。親睦を深めるにはたまにはいいかもな。今時はこういうのもパワハラになるんだっけ。無理に飲み会誘ったのも嫌だった。ちょっと残念でした。二人でご飯だって思ってたから。今度は二人でご飯ダメですか？あ、すいません、これってセクハラですよね。部下からでも相手が嫌な思いしたらセクハラになっちゃうんですよね。いや、嫌じゃないよ。やった。じゃあ約束ですよ。うん。送っていただいてありがとうございました。うん、それじゃ。またね。もしもし。ねえ、もしかしたらようやく恋愛運がアップしてきたかもなんだけど。なんだけど。出会ったかもしれない。向上心があって爽やかで優しくって、彼がしてくれたことはもしかしたら大したことじゃないのかもしれないんだけど、でもすごく癒された。久々にときめいちゃった。そっか、頑張るべきかな。うん、そいつは見る目があるやつだ。ように優しくするのはようにその価値を見出したからだ。うん。あ、でも問題があって、若すぎるんだよね。いくつ下？7つ下。22歳だって。やっぱどうかしてるよね。いいんじゃない、むしろ若さ分けてもらったら気にしてたコレステロール値も下がるかもよ。いやでもまだ恋してるんじゃないんだけどね。なんか芽吹きそうな種みたいな感じ。芽吹きそうなら育てなきゃ。俺はいつだってよう応援してる。うん、ありがとう。あ、そういえばそっちはどうなの？例の蓮さんとは。今度二人で飯行くことになって。なんだそっちもうまくいってんじゃん。私も頑張んないとな。じゃあまたね。うん、またな。恋の種まきって何するんだっけ。3秒見つめてさっとそらす。あとは人が褒めないところを褒める。あとなんだっけな。残業お疲れ様です。あ、お疲れ様。もうこんな時間か。なるみくんはまだ帰んないの？主任一人を置いて帰れませんから。どうぞ。ごめん、気使わして。帰ってもいいよ。主任も終わりですか？うん。じゃあ一緒に帰りません？うん、外で待ってます。うん、
でも断られたら恥ずかしいし。あのさ。はい。うん、何でもない。あのどうぞ。会社を出たからもう仕事じゃないですよね今。うん、まあそうだけど。じゃあ下の名前で呼んでいいですか。恋の種まきだ。ようさん。はい、本当にいい名前ですよね、ようさん。あ、ようさん、さっき言いかけたのって。いいのいいの、何でもない。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ねえ石田蓮、私今恋の種まかれたかも。ただいま。どうした、なんかいいことあった？別に。どんな花が咲くんだろう。いや、この大きさだとね、小さくてピンクのお花じゃないかしら。意外とドーンと大きくて真っ赤な花とか。どんな花が咲くのかな、楽しみだわ。サボテンちゃんのお花。それサボテンじゃないよ。え？大花彩閣っていう多肉植物。ねえ、これお花咲くの？うん、大輪の花が咲く。お、私が言った通り。あの赤黒い毛がびっしり生えて、この人手みたいな花なんだけど。でこの花がすごいのは、うん、咲いた瞬間に匂いがする。え、どんな、うん、動物の死骸みたいな腐敗臭がする。でその強烈な匂いにハエが騙されて持ってきて、そのハエがその卵を産みつけて、そうするとウジ虫が湧いて動き回ることで受粉を助けてくれるんだ。お互い持ちつ持たれつでさ。いや自然の力ってさ、神秘だよね。この臭い花でさえ吸い寄せられるものがいる。私を選ぶ人も地球上のどこかにきっといるはず。そしてその人の名は、大花彩閣のこの花は。僕の中でも君はずっと素敵だ。だから僕
あの子について私に感想を聞きたいんじゃないの？師匠。師匠？悩んでるからこうやって相談してるんだ。あなたはいつもこんな風に上司に従うの？僕に対して失礼だと思います。これが仕事だとでも。私とお付き合いしてください。私のことどう思ってるの？一泊二日で名古屋出張に行くことになった。鳴海くんも一緒に。後で部屋に行ってもいいですか？